初めましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。10月18日に NHK の稲葉延夫会長が定例会見を開きました。そして旧ジャニーズ事務所所属タレントの起用について新規契約は行わないというその方針を改めて表明しました。紅白歌合戦においても以下同文とのことです。しかしこの騒動と NHK の会長がわざわざ改めて言うところ、マーケティングの視点に加えてネットの側から見たときに、いよいよもってテレビの終わりが加速していくんだなぁとしみじみと噛みしめております。稲葉延夫 NHK 会長というのは日銀出身です。エンタメどころか民間の商売もやったことない人間が NHK のトップに立っているんです。お役所の中にも優秀な人はいるが商売は下手くそだとズバリと指摘するのが評論家の江崎道夫先生です。10月18日の闇鍋ジャーナル、こちらは旧番組名チャンネル名でした。特に何かがあったわけではありませんが、現在の日本ジャーナル、その中で役人は集めたお金を使う人でお金を稼いだことがないと、その能力すらないなんてね、本当のこと、ズバリと江崎先生指摘されておりました。実はこのお金を稼ぐ能力がないというのはテレビにまんまガチコーンと接続するんです。テレビの収益源である CM のスポンサーというのは長らく広告代理店が集めてくれていたんです。もしもしの携帯電話会社と比較したときに、無料ただロハ同然と言っても過言ではない安い電波使用料しか払っていなかった。そこに乗っける CM に高額の請求書を出していた、いわばぼったくりビジネス。これが成立したのは情報の配信手段が電波に限られていたからです。テレビの側からすると、いやいや番組を作っている、価値の高いコンテンツを作ってるんだという反論が抜け抜けてあるかもしれません。しかし今テレビ番組の制作の現場は下請けの制作会社が担っています。ましてや今働き方改革で社員の労働時間には強い制約がかかっています。だからちょっと長めのロケになりますと、社員アナウンサーではなくフリーアナウンサーと呼ばれる下請けのタレントさんに外注しているんです。もはやテレビ局でなければならないという理由を見つけ出す方が困難なんです。さらに旧ジャニーズ事務所で言いますと、そのタレントパワーをまざまざと見せつけたのがかつてジャニーズ事務所に所属していたタレントの皆さんです。テレビの時代の終わりというものをマーケティング視点から分析してみようと思います。旧ジャニーズ事務所がその最後の時を迎える前日の10月15日、ジャニーズアイランド前社長のタッキーこと滝沢秀明さんが率いる芸能事務所 2B、 こちらの新グループのお披露目が YouTube の生配信で行われました。それは元キンプリ、キング&プリンスの3人で、そのうちのお一人は YouTube での生配信が終わった直後ですかね、日本テレビの鉄腕ダッシュで株式会社 TOKIO のメンバーの皆さんと一緒になって田んぼを耕していた、そんなタレントさんがいるグループです。また生配信の会場となったのが東京ドームのようで、キンプリのファンでは聖地という扱いなので、ネット上はちょっとした炎上騒動になっておりました。まるで温泉まんじゅうの元祖と本家の争いだというような話なんですが、エンタメ的には、第三者的には、ああ盛り上がっていますねって感じでした。私が注目したのはその生配信最大なんと65万人が見ていたというんです。今若者の2人に1人がテレビを全くのレベルで見ないと総務省は報告しています。さらに少子化で若年層、若い世代の人口ボリュームが少ないということを踏まえたときに、多くの視聴者が若者層であると見られる65万人の視聴なんです。これスポンサーの皆様から見ると生唾ごっくんとよだれがじゅるっと出る、それが YouTube 生配信65万人という数字なんです。テレビ広告も含めて多くのスポンサーが自分のところの広告を若者に見てもらいたいと思う理由は大きく分けて2つあります。まずは生涯獲得利益です。一人のお客様がその人生の扉をそっと閉じるまでに弊社が得られる利益というのは、お客様の人生の残り時間とリンクするというのが、これ残酷な数字の現実なんです。
もう一つは同じく残酷な数字の話になりますが、企業体というこの組織というのはうまく経営さえすれば人間の寿命よりも長く継続していくことが可能なんです。その時できるだけ長くお付き合いをいただけるお客様を求めるというのは、これ企業体の生存本能なんです。こうしたことを踏まえた時に CM スポンサーが若年層を目指す傾向が強いということです。次にマーケットボリューム、市場規模を見ていきます。令和4年版の総務省の白書によりますと、すでに今から2年前の令和3年、西暦でいう2021年、インターネット広告がいわゆる4マス媒体、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、これの合計値を上回っていたんです。これらはいずれも業界全体の話なんですが、この手の話の時に議論に加えられない利益当事者、ステークホルダー、それがタレントさんです。ある意味旧ジャニーズ事務所とテレビに代表されるマスコミの鍵括弧付きの共犯関係においての、これまた鍵括弧つけておきますが、犠牲者はタレントさん本人です。今被害を訴えている当事者もかつても含めてタレントさんです。そのステークホルダーとは何か、ぶっちゃけで言うとこちら取り分の話です。ジャニーズ事務所を辞めてネット配信なのでしっかりと稼いでいるタレントさんもいると聞きます。そのそれぞれの実際の懐事情というのは存じ上げませんが、自ら立ち上げた YouTube 番組で番組を配信した時、そこで配信された広告収入というのは YouTube が手数料を差し引いて残りが自分の取り分、すなわち報酬となります。 YouTube のいわゆる投げ銭の場合、アニメ画像がわちゃわちゃついてるやつは YouTube の取り分が5割になります。それ以外のメッセージのみの場合は3割が YouTube の側の取り分です。つまり5割から7割が YouTuber の取り分となります。3割というのはいわゆる Apple 税と同じ水準です。これに対して世界的に高すぎるという批判の声があって、今見直しが進められています。ただ日本国内では手数料が5割どころか7割というのもありました。このピンハネ、手数料についても、タレントさんにとってインターネットの方が有利だと見るのは広告代理店のビジネスモデルによります。テレビの収益をこれまで支え続けた広告代理店の現実をこれから見ていきます。今年の8月1日に配信されたダイヤモンドオンラインの特集記事、こちらでは上場している広告代理店の社員の平均年収をランキングにしていて、そこには社員の平均年齢と全体の従業員数が紹介されていました。これは2年前の数字になるんですが、1位は言わずと知れた電通です。平均年収は1295万円、社員の平均年齢は 45.7 歳、従業員数は181人とのことです。2位は博報堂で、平均年収は1036.3万円です。平均年齢は 43.2 歳で、従業員数は260人とのことです。3位に入るのがあのインターネットテレビアベマでもおなじみのサイバーエージェントです。平均年収はガクッと下がりまして 771.1 万円です。平均年齢は 34.1 歳で、従業員総数は1700人とのことです。ダイヤモンドオンラインの記事は社員の平均年収に力点を置いた記事だったんですが、それでも昨年の新入社員の初任給が42万円に引き上げられていると伝えていました。今はインターネットテレビアベマに馬娘、またはブログサービスなど手広くやっておりますサイバーエージェントですが、その創業はインターネット広告代理店でした。社長の藤田進さんはかつてのライブドアの堀江貴文さんと二人三脚で、まさに爆速で急成長したのはいわばビットバレーの伝説となっております。売上全体で見るとまだまだ電通さんはサイバーエージェントさんの2倍ぐらいの規模ではあるんですが、社員の平均年齢は電通さんが45歳でサイバーエージェントは34歳です。年齢は時の流れとともに等しくスライドしていきます。今平均年齢34歳のサイバーエージェントの20年後というと油の乗り切ったベテランばかりで、一方電通に関しては論評を控えておきます。さらに今の話で見ても、平均年収が
電通とサイバーエージェントではまさに桁違いです。500万円以上の違いがあります。これをマーケティングの視点で見たときに、いわゆる庶民感覚を持っている企業体はどちらかという話になります。また従業員数は電通さんが181人であるのに対して、サイバーエージェントは1702人と 9.4 倍です。10人十色、みんな違ってみんな良いというわけではありませんが、頭数というのは多様性の源となります。今は平均年収で圧勝している電通さん、博報堂とサイバーエージェントを比べたときに、どちらの広告代理店に未来があるか、また今に適応しているか、テレビにジャストフィットした電通と博報堂との違いが見えてくるということで、さらに今そのテレビそのものが手枷足枷になりつつあるんです。今うっかりテレビを見ていますと、社長安いありがとうと歌手の星名優里さんの過剰演技、本当の真心のこもったかな、まあ、わかんないですけど、夢グループの CM やジャパネット高田さんなどの CM が流れております。これらはいずれも通信販売です。中には通販をバラエティっぽく装っている番組らしきものもあります。いずれもがテレビには一つの放送枠の中で何パーセントまで広告を出していいですよという規制があるからです。ところが CM がなかなか入らなくなりました。そこで通信販売の会社が放送枠を、CM を買い取る形で自分たちの営業をしている、これが通販番組なんです。そしてテレビと言いますと、元からタイアップと名乗ってステルスマーケティングをやり続けているんです。このステマがいよいよ違法化されます。違法化されるとはいえ、一応ね、取材らしきことをしていたらギリギリセーフという抜け穴だらけです。だからテレビも新聞もステマをやめる気はさらさらないようです。ただ海外ではこれ完全に違法行為で、莫大なペナルティが課せられることがあるのはアメリカに代表されます。もちろん YouTube に代表されるネット番組でもステマはアウトなんです。白がこう言ってます。案件、これが広告だと宣言した瞬間、案件と呼ばれる合法になるんです。よって旧ジャニーズ事務所所属のタレントさんが、はいこれは宣伝ですと断った上で、はいいろんなもの食べ比べましょう、あ全部美味しいなんてやっても全くもって問題がなくなるのが YouTube のネットの側のルールなんです。ある意味においてタレントさんに有利なルールにネットはなっているんです。テレビが放送電波をただ同然で使っているのは公共のためという建前があって、それが広告代理店と一心同体少女体でのぼったくりと言っても過言ではないボロ儲けシステムを作り出しました。ところがこの放送電波の公共が案件に対して厳しい制約をかけているんです。ここで話をまとめます。どうやらその経歴からお金を稼ぐ商売をしたこともない NHK の稲葉信夫会長は、紅白歌合戦からも旧ジャニーズ事務所所属のタレントさんの排除宣言をしております。しかし、タレントさんの活躍を見たいという需要はあります。マーケットは求めているんです。ジャニーズ事務所で言うと、例年ならば年末年始にカウントダウンコンサートがあります。市場規模ではインターネットの広告費が4マス媒体に圧勝しています。才能の多くもネットに集まっているのはサイバーエージェントの社員数に確認できます。さらに下請けへのポイッと丸投げで、テレビ局にコンテンツを作る能力がなくなっております。もはやテレビ業界にいるのは誰得ですかって話なんです。よってテレビに未来はなかったなかったざんまーんというのがあくまでマーケティング視点で見た時の分析なんです。テレビだけに未来がないことは、これ私が言ってんじゃないですよ、旧ジャニーズ事務所所属タレントへのリンチの先頭を走る NHK、 これからネット配信を主たる業務に加えようと目論んでいるんです。それはネットを加えなければ未来がないという告白と同じです。いずれにせよ、お金を稼ぐ能力のないテレビ局が威張り腐って、先祖儲けさせてくれたジャニーズ事務所所属のタレントさんを後ろから切りつけるかのような、そんな皆様の NHK が消えた消えたやったとなる始まりの時を今見ているような気がする今日この頃でございます。
商売における答えが可視化されているのが SNS なんです。そんな SNS 社会において我々の微力は無力じゃないんです。というわけでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねクリックしていただけると嬉しいです。というわけで番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、着替えますね、一緒にグータッチ。そしてチョキを出したあなた、チョキタッチはありませんがいつも心は V さん。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。